バブルサッカーはこのように上に空洞が空いてますので、ボールが上から入ってしまうことがあります。こちらはヘッドインという反則になります。この状態が5秒間続いてしまうと相手チームのフリーキックになってしまうので、もしボールが上に入ってしまった場合は、その場から上からまたは下から出すようにお願いします。